いやー、今日はですね、梅雨の合間の晴れ間ということで、JR の三宮駅に来てます。まあそこ目の前が阪急百貨店なんですけども、ちょっとこの間にね、いろいろ変わってまして、前ここ工事中やったんですけどね。で、これ見てください、ほら。なんちゅうかこれ、地下に降りる、これそもそも階段があったんかな、あったんを今潰しよんかな、ちょっとよくわかんないですけどね。しかし街は変化しますね。いや、そうやけどこれほんまに何の工事やろ、よくわかってないな。これでも新しく作ってる階段ではないので、もともとあった階段なんですよね。ここに何があったかすらもう忘れてしまった。どうなるんやろ。これがですね、阪急神戸三宮駅、この上ですね、M プラスのホテルがあります、はい。で、ここは先ほど見た穴がぽっかり開いてるところで、三宮駅からちょっと降りてみましょう。広いですな。こうね、見てこの広々した感じ、新しいこうね、2020年から21年、市民が作る期間限定のアウトドアホール。はいはい。綿になったくなる歩道橋っていうのを作るんや。すごいね、歴史と街の変化をね、こうやってパネルで表現してますね。考えたら神戸めちゃくちゃ変わるんやな、これ。あ、そうそう、ポートタワーもなんか、工事するのかな、リニューアル工事するって書いてましたね。今も昔も元町商店街はブラブラ変わらない景色、すごいね。元町1丁目からほら最後の6丁目まで、今ね、私神戸元町6丁目の商店街の方とちょっと親しくさせていただいてます。で、神戸駅、あ、 JR 神戸線のミニコラムやって、ゼロキロポスト、はい、これすごいね、この JR 神戸線の歩みって。あ、 JR 西日本がこれね作っておられるんですね、はい、ということでございます。ちょっとこう時間があるからって言ってね、こううろうろしちゃうんですけども、この三宮のセンター交番っていうのを、このこんな風に交番の後ろをイルカが飛んでるんですね。こんなおしゃれな交番になってたんや、知らんかった。だからこれあれですよね、船をイメージしてるんでしょうね、窓とかね。こっちがなんかね、ビルとかで隠れてましたもんね、見えなかったから、はい。ですね、今三宮の現在地ここですね、はい。これ何公園というかちょっとよくわかんないですけどね、花時計を見に来ました。お、何あれ、ちょっと待って、あれかわいいやん、あのバス、幼稚園のバスなんや。めちゃくちゃかわいい。これぐらいやったら大丈夫ですかね、お子さんの顔も映らへんかなと、はい。そう、寄り道はええんです。花時計、あれや、花時計がですね、なんか神戸市交通局の海岸線20周年仕様になっているというふうにお聞きをしまして、やってまいりました。あ、ここあれなんですね、安藤忠雄さんが設計した図書館ができるんや。2022年春いたら割ともうすぐやん。今日が2021年7月何がしなんで、すごいなここ、まあ、あれが市役所ですね、はい。これですね、
公園の利用についてということで注意書きがあります。神戸花時計、海岸線20周年なんかな、どこ見たらわかんないの。これ中は入っていいんですか。あ、写真撮影スポット、この台座において乗って撮影する場合は転落しないようご注意ください。あ、この上乗ってへんや。へえ。あ、そうか、やっぱ高さが足りへんからですね。じゃあちょっと乗らせていただいて。あ、なるほどね。あ、わかりました。これね、赤い花で20ってなってますね。海岸線20周年のデザインの花時計でございます。絶賛工事中でございます。ここに図書館ができるそうです。